ただね、そのまたセルモ大陸だけは浮上させようと、まあ、上のね、あの大陸全部プラズマ照射して取ったら、まあ、セルモ部分だけ残るでしょ。うちの受精卵にへばりついたのはセルモが最初やから。で、そこで後の死んだるだね、うちの世界におけるね、外にはおらんはずやで、そんな人ね。で、そのセルモ大陸を提供して、なんでまたそんなプランがねあったんかっていうと、それはもともとその人間の遺伝子作った時にあまりひどいことをお互いにするから、だからあえてその雲でぺったんこのとこ作って、まあ家族にしたり、家族を作ったり、あるいは町、雲の上の町作ったりしたんですよ。この前ね、ドイツで奇妙な雲が見えたっていうのをね、中国系のね人がアップしてたんかな。そうそう、そんな感じの、そういう雲の上にある霊界、まさにあっこの上にあんねん、霊界。ところがそれが霊界の方がね、もっとハレンチなんですよ、地上よりもね、連日ハレンチな。でしゃあないから、もっと硬い大地を作ったらもっと人格も硬くなるかしら言うて、ほんでいろんな人が交代でね、大陸を無理やり作って提供してるんですよね。だからセルモ大陸残そうかってアイデアもね、うちに対してまだしつこくも出てきたわけ。もう他の人でそんなことしてほしいわ、うちもクタクタやからね、死ぬとこや、もうこんなに何回も大陸作らされたらね。ただゲートストーリーはね、書くよ。だってまたお鉢いつか回ってくるよ、何千番目かは知らんけどね。その遺伝子のその何て言うのかな、治験者、まあ、遺伝子サンプルと言われた、まあ、治験者やね、遺伝子実験の。何千人もおるけど、ね、また何千番目かに戻ってくるやん、うちの番が、お味が。その時のために作っとくわけ。ゲートストーリーをね、フローチャート文学的に、要するに、いわゆるゲームブック風に。ね。で、そのゲームブックの作った後は、一応 TRPG のシステムで遊べるように、遊べるかね、プレイできるか、まあ、それも作っとくからね。なんでかって言ったら、そのうちがね、いわゆるゲームにおけるゲームマスターできない局面もあるでしょ。うちがプレイヤーに没入してる場合もあるでしょ。だからその時のためのシステムきっちり作っとかないとって、まあ、まあ、うちなりのね、システムですけど、女が作るシステムやから、案外、意外と法律学んだとはいえ、意外と文学的かもしれんね。でも、しゃあない。うちの好みが出ないとあかんから、うちの世界のシステムはね、うちの考え方が、事実に分からないといけないから。それは作ります。その物語で、やっぱり今回のこの世紀末の宗教関係者の堕落ぶりは書くよ。その、勝手論法ぶり。予言を盾にとって好き放題みたいなね。そういう、大騒ぎはやっぱり書くよ。それみんな興味あるところだろうし、もちろんマルガリータも、そういう話でしょってすでに宣伝してるよね。予言に振り回される少年少女たちの成長物語っていうふうにすでにご紹介してるでしょ。だからそれはやっぱりその今この時代のね、うちの近所だったそうかみたいな連中のね、予言を悪用した、乱用した、悪辣っぷり、悪事っぷり、犯罪っぷりっていうのの、その思考回路をね、犯罪心理学使ってね、きっちりね、表現できないといけないし、その犯罪心理学の世界の説明に、フローチャートっていう、フローチャートの選択肢も非常に役に立つと思うので、ね、そこは頑張って作り込みたいと思います。まあ、すでにね、相当作り込んでますけどね、今まで書いた分。でもそれちょっと恋愛心理学っぽいね、実は。この後はね、プレイアートはプレイヤーっていうか、その、主人公たちがね、犯罪を犯していくからね、もうまもなくです。ザール帝国のコート、ガイル。まもなく主人公たちが犯罪を犯します。